はい、7月23日、時間にして5時40分の相場解説になります。いつものようにデイリーから見ていくんですけども、昨日までを振り返ってみましょうか、ちょっとだけね。昨日はですね、上のラインと下のラインを設けて、このラインをブレイクしたらバイで入るよと、このラインを下の方に行ったらセールで入るよっていう設定をしました。そして今回は上の方に突き抜けたんで、25ピップスほど取れたっていうのが昨日の実績でしたよね。そしてね、バイデン政権に代わってずっとバイ一色だったんですけども、この辺でセルに向かうことも覚悟しなければなりませんよってことを前提にお話しました。今のところバイの方に昨日は動きましたけども、今日からですね、このままバイが続くのか、それともバイやセルを繰り返していくのか、それともセルの方向に完全にトレンド転換していくのか、この辺も考えながら見ていこうかと思いますね。それではデイリーの方から見ていきます。こちらをどうぞ。はい、デイリーの方ですね。上の赤い線と下の赤い線、ちょっとね、拡大して見ることもできるんですけども、このまま行きましょうか。今日見ていくのは、このあたりです。とりわけ、このね、この辺見ていきますからね。陽線が2本、大きめのが上に2個出てますよね。それが確定しました。そして今、形成中なのが、青いやつです。陰線です。これですね。陰線が下に向いて、ちょっとね、ヒゲを出してるでしょ。で、ヒゲを出してるところがどっから出てるかっていうと、110円の030、昨日のブレイクポイントです。そこから今、どっちに向かおうかとしてるかっていうと、こういう形になるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。ですから、N でもないし、W でもなくって、こういったギザギザとしていう形で、よくあるこれなんですよ。ブレイクラインがあって、こう来て、レジサポ転換で N を書いて上の方に抜けていくっていうね、この形がこれからできるんじゃないかなと思うんですよ。こうですよ、こういうふうにね。じゃあ4時間見ていきましょうか。はい、4時間で110円の030がここに赤くビーッとあるでしょ。でここをブレイクしたわけだ。そして一旦折れ曲がって110円の030を弾みにして、現在陽線が2本出てますよね。これはどういうことかっていうと、こっちに向かってゆくゆくはここを突き破ってこう伸びていくんではなかろうかってことなんですよ。そのためのポイントがまずここにあります。ここを超えれるかなってことですよね。次はここです。ここを超えれるかなと、超えたら今度ここまで無法地帯に上がっていくってことなんで、現在ですね、価格は110円の175ですけども、ゆくゆくは 1.5 円の値上がりをして111円の600あたりまで行くんではなかろうかっていうのが4時間で全体像を見てるってことです。そうなると W は右辺が強いにはならなかったんですけども、おおむね似たような形にはなったかなってことなんですよね。でこれをヘッド&ショルダーの逆さまということもできます。ヘッド&ショルダーの逆さまがほらこのあたりにできてるでしょ。ちょっとね、右肩上がりっていうかね、こういう形のネックラインですけどね、この場合はこれの伸びがすごくあるわけですよ。1時間を見ていきましょう。1時間なんですが、現在ここの力点にどう関わってくるかってところなんですよね。こっからズバーッと落ちて勢いをつけてズバーッと落ちました。あ、そしてこっから上昇をしていってで、ずん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 上がってきて、ここで弾かれて一旦落ちて、もう一回トライしたけど弾かれて、これがそのまま横ばいに向かうのか、それとも徐々にかもしれませんけども上昇方面向かってここを突き破るのかってところが今後の見応えのあるところだと思いますよ。はい、見どころも分かりましたんで、これを意識して今後の値動き見ていきましょう。それではいってらっしゃい。